様、本日はご来場いただき配信を見てくださりありがとうございます。エリムスミーのイメージブランドモデルを務めさせていただいております森高愛です。本日は初めてのプレゼンでちょっと緊張していますが、よろしくお願いします。おしゃれはもっと自由でいいというコンセプトからちょっと質問したいと思うんですが、すいませんお立ちいただいたままなんですけど、今日の服装を皆さんにぜひ見ていただきたくて、はい、どんなコンセプトで今日は着ていただいたかなんてこともお伺いしたいと思います。ヘアスタイルとね、この今日のスタイリングについて森高さん教えていただけますか。はい、今日はイメージ、ブランドイメージの洋服とちょっと近いような紫のシャツを着させていただいていて、あと髪型は私必ず家を出るときは絶対巻くようにヘアスタイルをするようにしていて、そうすることでちょっと気分が上がったり切り替えられるかなっていう、自分のオンオフじゃないですけど、そういうことのために絶対髪の毛はヘアアレンジをするようにしています。はい、今日はもちろんオンな感じで来ていただいてるわけですね。はい、なんかこうおでこを出すのも結構自身のこうなんかスイッチみたいなお話もされてましたけども。そうですね、よく、そう、今は前髪が長いので、よくおでこは、出します。はい、かわいいです、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お二人が最近スマイル、思わず笑顔になってしまったというエピソードを教えてください。森高さん。私は毎晩ストレッチをするのが日課なんですけど、はい、その時私愛犬、ワンちゃんを2匹飼ってまして、私がストレッチすると必ず私も一緒にやるって言って来てくれて、一緒に伸びたりなんか寝転んだりしてくれるのがもう可愛くて、はい、いつもスマイル、笑顔になっちゃいますね。それは笑顔になっちゃいますね、はい、癒されますね。2匹ワンちゃん。はい、2匹飼っていて、はい、チワプーとヨークシャテリアの2匹飼ってるんですけど、もう2人とももうちっちゃくて、愛ちゃん一緒にストレッチしようってちょこ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 来てくれるんで、もう愛ちゃんやろうって来てくれるのがもう可愛くて可愛くて、それはかなりスマイルなエピソードだと思います。はい、今まで隠していたけど本当はこんなところがあるんですというありのままの知られざるご自身のエピソード、こちらでぜひ披露していただきたいんですが、はい、森高さん何かありますか。私は実はすごくギリギリまで寝ていたいタイプでして、なので前日にもう頭の中でタイムスケジュールを組んで、もう分刻みで起きたらこれやってこれやってっていうのをタイムスケジュールをいつも組んでイメトレをして寝るんですけど、なのでちょっと今回ヘアアレンジ対決した時にもうスケジュール組んでやったので、ちょっとうまくいったのかなと思ってます。